方だってもしや。俺の姉御手洗恵子は学園内で学生長をする逸材である。生長なんて呼ばれ恐れられ、逆に凛としたその立ち居振る舞いに惚れ込む女子も多く、このような女子が日常後を絶たない。しかしみんなは知らない御手洗恵子の本性を。あ、学生長、好きな食べ物とか教えてもらってもいいですか？食べ物、うん、そうだな、私は太くて大きいウインナーが大好きだ。え、なんだか可愛いですね。タコさんウインナーですか？いや、魚肉ではなく、はあ、我慢できない。先輩？早く食べたい。のぼりのウインナー。はあ、物思いにふける御手洗学生長。悩んでる姿今日も素敵ね。学生長ですもの、きっといろんなこととか真剣に考えているに違いないわ。そう、今日も御手洗恵子は真剣である。今日ののぼろにする行員はどうやろうか。あれもいいか。あ、母さんが帰国するって？ああ、昼に連絡があってな。忘れ物だとさ、家に着くのは夜遅くになるらしい。ま、母さんのことだから、またすぐ父さんがいるパリにとんぼ返りだろうが。なんで忘れ物なんかでわざわざパリから。うん、なんだ昇、不満なのか？別にそうじゃないけど、そのそうっすよ。ええ、そうですよ。大丈夫だ、母さんの帰国で今日試すことは決まった。あ、私に任せろ。